今年20周年を迎えたあの強さこい、この記念すべき20回目の頂点に名を刻むのはどのチームなのでしょうか。それでは早速審査結果を発表いたします。まずは第11位から第9位までの発表です。第11位、だったらあげちゃえよ。第10位、無限カジピトゥ。第9位、中京大学八前の皆さんです。おめでとうございます。それでは表彰に移ります。まずはじめに11位の表彰です。プレゼンターチームの代表者はステージ中央へお越しください。プレゼンターは富士通株式会社三重支店長藤田雅子様です。賞状、富士通賞、だったらあげちゃえよ、殿。平成29年10月8日、富士通株式会社、三重支店長、藤田雅子、おめでとうございます。おめでとうございます。副賞として、ハイスペックタブレット、アローズタブ2台が贈られます。おめでとうございます。プレゼンター、チームの代表者は元の位置へお戻りください。続いて第10位の表彰です。プレゼンターチームの代表者はステージの中央にお願いいたします。プレゼンターはキリンビール株式会社三重支店長山口和子様です。賞状、キリンビール賞、無限カジピトゥ様、おめでとうございます。副賞としてキリン一番搾り生ビール1年分が贈られます。おめでとうございます。それではプレゼンターチームの皆様が元の位置へとお願いいたします。続いて第9位の表彰です。プレゼンターチームの代表者はステージ中央へお越しください。プレゼンターは日本航空中部地区副支配人福田豊様です。賞状、日本航空賞、中京大学八前チームの日本航空中部地区支配人花橋の代理福田でございます。そして副賞として JAL オリジナルカップ麺、うどんですか、そばですか、ラーメンですか、ちゃんぽんですか、4種類合わせて1年分が贈られます。おめでとうございます。元の位置へお戻りください。それでは続きまして第8位から6位までの発表です。第8位、第7位、名古屋大学海東ランマ。第6位、ダンスチームリンです。おめでとうございます。それでは表彰に移ります。まずはじめに8位の表彰です。プレゼンターチームの代表者はステージ中央へお越しください。プレゼンターは公益財団法人日本ど真ん中祭り文化財団理事長岡田邦彦様です。賞状、公益財団法人日本ど真ん中祭り文化財団賞、王殿。平成29年10月8日、公益財団法人日本ど真ん中祭り文化財団理事長、おめでとうございました。おめでとうございます。副賞として名古屋名物ウイロー1年分が贈られます。おめでとうございます。プレゼンターチームの代表者は元の位置へお戻りください。続きまして第7位の表彰です。プレゼンターチームの代表の方はステージの中央までお願いいたします。プレゼンターは
一般社団法人よさこいソーラン祭り組織委員会会長星野久夫様です。一般社団法人よさこいソーラン祭り組織委員会長名古屋大学海東ランバトの一般社団法人よさこいソーラン祭り。おめでとうございます。副賞として北海道産ジャガイモ100キロが贈られます。おめでとうございます。それではプレゼンター代表者の皆さんも、お戻りください。続いて6位の表彰です。プレゼンターチームの代表者はステージ中央までお越しください。プレゼンターは高知県観光復興部国際観光課長小西茂雄様です。賞状高知県知事賞ダンスチームリン様。平成29年1月8日高知県知事尾崎雅直、おめでとうございます。おめでとうございます。続いてミス高知倉松彩奈様より副賞として巨大なる子が贈られます。おめでとうございます。続いて同じく6位高知市長賞の表彰です。プレゼンターは高知市商工観光部観光振興課長小谷裕二様です。賞状高知市長賞ダンスチームリン様。平成29年10月8日よさこい発祥の地高知市高知市長岡崎誠也。おめでとうございます。それではプレゼンターチームの代表の方もどうぞ元へとお戻りください。おめでとう。続いて第5位から3位までの発表です。第5位四季部です。第4位勝山組。第3位よさこい塾ありがた屋の皆さんです。おめでとうございます。それでは表彰に移ります。まずはじめに5位の表彰です。プレゼンターチームの代表者はステージ中央へお越しください。プレゼンターは津商工会議所会頭岡本直之様です。賞状津商工会議所会頭賞地区の名前津商工会議所会頭です。おめでとうございます。副賞として伝統工芸伊勢型紙が贈られます。おめでとうございます。プレゼンターチームの代表者は元の位置へお戻りください。続いて第4位の表彰です。プレゼンターチームの代表者はステージの中央へお願いいたします。プレゼンターは三重県副知事渡辺慎一郎様です。賞状三重県知事賞勝山組との三重県知事鈴木英敬代表でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。副賞として三重の絶品みかんジュースが贈られます。おめでとうございます。それではプレゼンターチームの代表者は元の位置へとお願いいたします。続いて3位の表彰です。プレゼンターチームの代表者はステージ中央へお進みください。プレゼンターは津市長前葉康之様です。賞状津市長賞さこい塾ありがた屋様。素晴らしい演舞でした。おめでとうございます。やったよ。おめでとうございます。
副賞として寿司名物野田あられが贈られます。おめでとうございます。元の位置へお戻りください。皆さん、いよいよ大賞、準大賞の発表を残すのみとなりました。それでは残った2つのチーム、カモンと天狗の代表者の方は中央へとお願いいたします。その道を仲間と共についにここまでやってきた。今20年の歴史に名を刻む。発表します。第20回あの強さこい大賞は大賞は天狗の皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは表彰に移ります。まずは準大賞の表彰です。プレゼンターチームの代表の方はステージの中央へお願いいたします。プレゼンターはあの強さこい組織委員会会長宮城康光です。賞状、準あの強さこい大賞、天狗殿、あなた方は第20回あの強さこいにおいて素晴らしい演舞を披露し優秀な成績を収められました。この栄誉をたたえ賞します。平成29年10月8日あの強さこい組織委員会会長宮城康光、おめでとうございます。おめでとうございます。副賞として地元名物うなぎ10キロ相当が贈られます。おめでとうございます。それではプレゼンターの方が元の位置へとお戻りください。続いて上富良野町チームの皆さん戻ってきてください。すみません、チームの皆さん戻ってきてください。上富良野町長賞がまだ残っております。続いて上富良野町長賞の表彰に移ります。プレゼンターは上富良野町長向山富夫様です。副賞として上富良野町さん富良野メロン20個が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは皆さん、元の位置へとお戻りください。続いて大賞の表彰です。プレゼンターチームの代表者はステージ中央へお越しください。おめでとう。プレゼンターはあの強さこい組織委員会会長宮城康光です。おめでとう。賞状、あの強さこい大将カモン殿、あなた方は第20回あの強さこいにおいて素晴らしい演舞を披露し極めて優秀な成績を収められました。その栄誉をたたえ賞します。平成29年10
10月8日あの強さこい組織委員会会長宮城康光、おめでとうございます。やったー、おめでとうございます。おめでとうございます。そして副賞としまして、地元名産松坂さんの焼肉30キログラムセットが、おめでとうございます。プレゼンターは元の位置へお戻りください。チームの方はそのままお待ちください。で、続きまして、大賞トロフィーの授与です。プレゼンターは日本航空中部地区副支配人福田豊様です。元の位置へお戻りください。続いて、台湾交通部観光局主任秘書林本源様より記念杯が贈られます。恭喜、谢谢。おめでとう、おめでとうございます。マンゴーゼリー1年分も贈られます。おめでとうございます。マンゴーゼリーありがとうございます。おめでとうございます。それでは、プレゼンターの方は元の位置へお戻りください。各チームの皆さん、おめでとうございました。以上で各賞発表表彰を終了いたします。プレゼンターチームの代表者はご講談ください。大賞チームの皆さんはステージ中央へお越しください。はい、おめでとう、ありがとうございました。そして代表のチームの皆さんのみお残りいただきまして、一言感想をいただきたいと思います。それでは代表の方に一言いただきましょうか。今回20周年第20回目を迎えたということで、20回目を迎えて大賞を受け取られました。感想をします、どうぞ。私たちカモンは今年初めて、このあの強さこいというお祭りに参加させていただきました。で、とても楽しくて、でもう踊るたんびに僕たちはもう、ああ三重っていい街だな、津っていい街だなって思いました。そして、拍手してくれるお客様、皆様すごい温かくて、僕たちこの2日間で三重が大好きになりました。本当にありがとうございます。おめでとう。そして今回は20回目ですが、また来年からもたくさんの思いを背負って頑張っていくと思いますが、これからはどんなことを目指していかれますか。そうですね、私たちは大阪のチームです。大阪の社会人チームとして4年目を迎え、来年は5年目になります。これからも大阪のカモンをどうぞよろしくお願いします。一生懸命頑張っていきます。よろしくお願いします。